ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介するお仕事はこちらです。グッチのバッグですね。内袋が、まあ、このように、合成皮革がですね、化学変化というか起こしちゃってボロボロになっちゃいました。今回全部、本革で取り替えました。その際にオリジナルの部品とかこういうマークですね、あのブランドのは残してですね、やりました。あとここのポケットの部分も変えてますんで、こんな感じで気持ちよくですね、カビにさえ気をつけていただく、日本はちょっと湿気が多いのでカビにさえ気をつけてもらえれば、あの未来英語を長く使っていられいていただけるように修理したつもりでございます。本革で、内袋のグッチの交換をしたホップでした。またね。アフィーダーゼンバイビー。